面沙織面工会会長北村です。さて今回は東所沢駅から徒歩12分のところにあるラーメンウォーカー吉さんにお邪魔しに行ってきます。なんと北村この度ラーメンウォーカー YouTube の私の推し麺という番組に出演させていただけることになりました。これから定期的に皆様に美味しいラーメンをお届けしたいと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。それに伴ってなんとラーメンウォーカーさんの特別編集部員に任命されました。イエーイ。ということで早速お店に入っていきたいと思います。レッツラゴー。こちらがラーメンウォーカーキッチンさんです。今回はどんなラーメンをいただけるのでしょうか。楽しみです。注文は食券制です。この日のメニューはこんな感じ。いただきます。まずはスープから。ほんのりと鶏を感じるあっさり塩スープ。おいしい。お次は麺。繊細なスープの味にこの極細麺は抜群すぎる。そして正解はデュエイタリアンさんでした。お次はなんと生ハム。ラーメンに生ハム、贅沢すぎでしょ。生ハムの塩味があるからスープの塩味が控えめになっとるんかも。バランスよき。チーズを混ぜて味変していく。このラーメン一杯で3段階の味変を楽しむことができるんです。塩ですっきりいただいて、チーズからの最後にリゾット。一気に洋風に早変わり。北村はこの日、ラーメンとイタリアンの究極なコラボレーションを堪能することができました。それにしても生ハムが思いのほか大きくて驚いております。完璧にイタリアンになるかと思ったら、後味にちゃんと塩を感じる。締めのリゾットいきますよ。チーズが溶けたスープを入れるんですけど、もうこれ絶対美味しいやん。さてお味はいかに。チーズが入っとるんやけど、本当にくどくなくて不思議とさらっといただけるんですよ。美人玄米を食べて身も心も美人になれますようにとお願いしながらいただいております。美味しくいただきました。なんと杏仁豆腐風パンナコッタもいただいちゃいました。パンナコッタの甘みなんやけど、後味が杏仁豆腐で、食感もまた杏仁豆腐なんですよね。フルーツもいっぱい入っていて、食後にぴったりのデザートでした。ごちそうさまでした。はい、行ってきました。最初一口目食べて淡麗な優しい塩を感じたんですけれども、チーズを混ぜた途端に一気にクリーミーになってめっちゃ美味しかったです。あの麺の細さも絶妙に最高でした。そして北村がね、おーって思ったのがパンナコッタ。パンナコッタは本当に頼んだ方がいいです。ラーメンでお口がまろやかになったやんか。でその後に締めでさっぱりとね、フルーツたっぷりのパンナコッタ、これをいただけるだけでもうなんか至高のひとときって感じでした。皆様もぜひ行ってみてください。最後にラーメンウォーカー YouTube のチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。